ペリシティリウム総流を擁するコンコルディア王国は、第二のアルテマ団が使用されるのを避けるため、自国領空及び朱雀領であるルブルムの制空権防衛を開始した。さらにコンコルディア王国は戦火拡大を憂慮し、停戦への道を模索していたが、朱雀側はそれを完全に拒否することとなる。朱雀領ルブルムの多くは未だ皇国の占領下にあり、侵略に対する事実上の譲歩となる停戦を行うことは受け入れがたい事態であった。朱雀最高決定機関、通称八席議会は、連日にわたり湿地奪還のための激しい議論を交わしていた。では広告との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足は物資で補えばいい。攻型ではなかったとはいえ、広告は物資を用い侵略してきた。ならば我が国も物資をもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国のルシによって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。ルシがそのような原理原則に沿うのなら苦労はしない。ルシは朱雀クリスタルの意思によってのみ動きます。ここで主について議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦にあたった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能ね。ドクター・アレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だとあのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入の現在の防衛戦力をそのままとし、現状を打破するに最もふさわしいかと。アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしペリシテリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かぬのでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な採決をしましょう。
元気そうね、元気そうね。一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる倉雨だ。指揮隊長？そうだ、諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。マザーから？お帰れこら、俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよこら。マザーの決定だと言ってたでしょ。あなたマザーの命が聞けないの？気が済んだか。以後諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。こちらから指示のない時は他の候補生と同じように院内で生活するがいい。院内で？そうだ。今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクターアレシアからの指示だ。ふん。それと候補生マキナ、候補生レム、入れ。本日付でクラスゼロへ配属となる候補生マキナとレムだ。マキナ・クナギリです、よろしく。レム・トキミヤです、よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。改めてよろしく。この間は助かったよ。うん、助けてくれてありがとう。でもクラスゼロって本当にあったんだね。私たちの間じゃ来年から七不思議の一つに加えようって言われてたくらいだし。それにすごいよね、たった3人でルシまで倒しちゃうなんて。あ、そういえばあの時みんな武器も魔法も普通に。先にご挨拶クポ。本日より皆さんにスザクからの作戦や指示を伝えるミリタリーオペレーションオーガニゼーションガイダンスロジスティックスエキスパート、略してモーグリクポ。人によってはミリタリーオペレーションガイダンスでモグと呼ぶクポ、好きな方で呼ぶクポ、よろしくお願いするクポ。好きな方？じゃあモグリンだ。モグリン、モグリン、モグリンリン。違うクポ、リンはいらないクポ。それに名前は別にちゃんとあるクポ。ん？なんていうの？ハッツミカミネロート様子なエリプロチクポ。ん、でも難しいからモグリンでいいよ。いいよって何クポ。クポ、クポ。んだよ、
何を知りたいのですか？なんだここ。墓地って言うんだよ。あんだ墓地って。消えた人たちの名を刻んで歴史を残すところ。私たちは死んだ人間の記憶を失いますからね。死んだ人間に生きてる人間が縛られないようにするクリスタルの配慮だって聞いたことあるけど。だから生きていた証としてノーイングタグを出撃前に残す。引き取り手のいないタグは死んだ者の証になるからね。そうして残ったタグの名をここに刻むの。スザクのために死んでいった人だって。私は出会った人や一緒の作戦に出る人の名前を必ず書き留めておくの。そして作戦が終わった時に知らない名前がないか確認する。そこに覚えていない名前があった時はここに来て知り合いだったはずのその人を探す。思い出すことはできないけどね。クポ？クポ？